葵に記憶操作は効果がある？はいどうもこんにちは、チャラです。今回はヘブ版2章で1から12の中で気になる点を考察していきたいと思います。今回はメグミン、葵、白虎、グン、キャンサーとかその辺を考察していきたいと思います。3章クリア時点のネタバレがありますので、それが嫌な方はブラウザバックをお願いします。それでは行きましょう。皆さんからのコメント、高評価、チャンネル登録が動画作成のモチベーションになっておりますので、よろしくお願いします。まずは葵と白虎関連について気になる点を挙げていきたいと思います。葵エリカはハイパーサイメシアということで、見たものや聞いたことについてずっと覚えていられるという特殊能力を持っております。これについて何が大事かというと、軍の記憶操作がそのハイパーサイメシアに対してどう関連してくるのかが大事なポイントになると思います。まあ、要は軍がね、記憶操作できるのかどうかということです。もしも軍の記憶操作が及ばない場合、エリカがね、まあ、死んでしまってナービーになった時に記憶がずっと残っているということになってしまいます。まあ、そうなるとエリカが一回ナービーになって今度また戻った時、人間に戻った時に前の記憶を全て覚えている状態で復活するということになってしまいますので、まあこれは物語的にどっちなのかでかなり展開が変わってくるのかなと思います。次にルカたちのバンドに葵も参加ということで、葵がギター担当、メグミンはノイズ担当に変更になっております。まあ拙い感じではありますが、ギター演奏できておりますので、葵も過去にギターの演奏経験があるのは確定でいいと思います。でもルカからあだ名呼びがないということで、まあ、ルカとはそこまで仲良くなっていない。ルカとバンドを組んだのは初めてなんだと思います。ということは、ルカ抜きでバンドを組んだ過去があるのも確定でいいのかなと思っております。で、先ほど話したハイパーサイメシアの件がありますので、まあ、過去に演奏したという記憶がね、なくなっているということは、まあ、軍の記憶操作が及んでいるということになるのかなと思います。まあこの辺はね、確定ではないんですけど、まあこの辺の描写を見ると、そういう風に考えていいのかなと思います。あと気になった点は、葵の防御セラフは珍しいということで、まあみんなね、攻撃セラフばっかの中で、まあ一人だけ防御セラフになっているということで、こちらは葵の意志がセラフに反映された可能性が高いのかなと思いますが、まあこの辺に関しては後半いっぱい出てくると思いますので、後半に考察したいと思います。次に白虎関連で気になる点を挙げていきたいと思います。白虎関連では、白虎は動物で唯一セラフと適合した、まあ、ちなみにメスであると。で、白虎はエリカよりも古い隊員である。白虎はオセロが得意であると、そんなような話が出てきました。で、この中で気になったのが、なんでそんな実験をやったのかというのが非常に気になる点であります。まあ、軍からしてみれば、そんなね、動物実験をする余裕はないと思うんですよね。人類をどんどん増やして、隊員を増やして、キャンサーと戦うのが、まあ、第一というかね、そうしないと人類滅んじゃいますので、そんな中で動物実験をする意味ってあんまりないのかなと。もし、できたとしても、その動物をうまく扱えるかどうかわかんない状況なのでね、その実験を割く人員がもったいないんでね。でも、その実験をやっていると。ということは、まあ、成功事例が過去にあったというふうに考えた方がいいのかなと思います。まあ、前例があったんでしょう。で、その前例が何なのかなと考えたんですけど、まあ、これはあくまで自分の予想なんですけど、キャンサーが地上に、地球にね、降ってきた時、まあ、隕石みたいに降ってきて地中に潜って、でしばらく経ってから、まあ、地上にポコッと出てきたっていうふうにキャンサーの説明があったんですけど、これ実は降ってきたのはキャンサーじゃなくてナービーが降ってきたんじゃないかなと自分は考えました。で、ナービーが降ってきて地中に潜って、まあ一番初めは多分虫だと思うんですけど、虫とかに適合した状態、虫と適合したやつがキャンサーになったんだと。で、キャンサーというのはね、まあいろんな姿あるじゃないですか。なんかタコみたいだったり、なんかタコじゃないか、イカかあれ。一番初めにアメンボだったりとかね、なんかそんな虫のような形の
キャンサーも出てきたりとか、まあ、結構動物とか虫に似ている形のキャンサーが多いのは、虫とか動物にナービーが適合した結果キャンサーになったのかなと。で、完全な姿ではない、完全な動物な姿ではないのは、それはバグがあったから。で、バグがあるってことは突然変異で、突然変異のがん細胞という表現になったのかなと自分は考えております。まあこれはあくまで自分の完全な妄想なんですけど、普通にね、なんかキャンサー自体が降ってきたと考えるよりは、なんかナービーの性質とか考えるとそっちの方が説得力があるのかなと今自分は考えております。次はメグミン関連について気になるポイントを挙げたいと思います。ルカのあだ名呼び、愛称呼びの件で、まあ、メグミンがね、愛称呼びに慣れていないという発言をしていますので、まあ、ルカとの交流がメグミンは少ないというのがこのイベントでも表されています。まあ、葵に関しても愛称が呼ばれなかったということで、まあ、ルカとの関連が薄い人物、またはルカが思い出したくない人物、なんか嫌な思い出がある人物に関しては愛称呼びになっていないという可能性があるのかなと思います。まあ、メグミンがなぜ敵対したのかちょっとわかんないんですけど、まあ、そういう可能性があるのかなと。まあ、あとはサイキックの使いすぎで鼻血が出てきたわという発言をメグミンがしているんですけど、これが今回一番気になった点でして、まあ鼻血を出すというので、まあ共通点としてあるのが、まあセラフなんですよね。セラフの使いすぎで鼻血が出るということで、まあこれは2章の最後でも出てくるんですけど、葵がね、力を使いすぎて鼻血を出すというシーンが出てきます。まあこれと同じような描写が、まあ、サイキックの使いすぎで鼻血が出てくるということで、魔法で出てきたということは、まあ、サイキックもね、何かセラフと近い能力の可能性があるのかなと。で、そうやって考えてみるとサイキックも限界突破、挽回っていうんですかねの力を、トリガーを外してすごい能力を発揮できる可能性がこれ出てきたんですよね。まあ、こうなるとやっぱメグミンのね、救世主説ってのが、まあ、結構現実味を帯びてきまして、サイキックの力をね最大限に使うと何か奇跡が起こると、何が起きるのか全然わかんないんですけど、まあなんかそういう未来が示唆されたイベントなのかなとちょっと考えております。いや、めぐみんに関してはね、すごくこの先楽しみですね。次に軍とキャンサー関連について気になる点を挙げていきたいと思います。まず2章で出てきた作戦名、オペレーションプレアデスということで、まあ、プレアデス星団とかいうのが、まあ、日本だとというか、まあ、有名なんですけど、まあ、こちら何かというと、ギリシア神話で、巨人族の神アトラスと、プレイオレの7人の娘のことを指しております。アルキオネ、メロペ、ケライノ、エレクトラ、アステロペ、タイゲテ、マイヤ、というのが、7人の娘の名前になります。で、今回のこのプレアデスの作戦で、7つの部隊が参加しているというふうに説明がありますので、まあそれに見立ててオペレーションプレアデスという名前にしたんだと思います。まあ司令官が単純に星座が好きで、まあプレアデスという名前を付けた可能性もありますし、ひょっとしたら、まあこのヘブ版の話の中で星座だったり宇宙だったり、その辺が何かヒントになりますよという、まあ暗示というか示唆なのかなという可能性もあると思います。次に気になったのは朝一の副将練習になります。まあ、前回までは点呼があったんですけど、2章からは副将練習ということで、で1から12の中で2回ほど副将練習をしています。まあこれが何を意味するのか、何のヒントになっているのかというのはちょっと今のところすいません、何も思いついてないんですけど、何かしらねヒントになっているんじゃないかなと考えておりますが、何かありましたらちょっとコメントにて教えてください。あとは軍務系の座学でアイロン掛けだったり裁縫の授業が出てきております。こちらは制服に関係する話だと思うんですけど、まあ司令官から説明があったのは、まあ、肌が出るほど、制服がほどけるほどデフレクタが発生しなくなるというふうに説明がありました。この辺はロリータ先輩が魔改造して、まあ、その辺のギリギリを攻めているという話も出てきておりましたが、これに関しては
ちょっとミスリードの可能性があるのかなと自分は考えております。まあ、それなぜかというと、このデフレクターという能力はキャンサーも持っているからなんですね。で、キャンサーはじゃあ制服着ているのかといったら着ていませんので、別に制服なんか着なくてもデフレクターは発生するはずなんですね。なのでこの制服に関しては、なんかミスリードじゃないかなと自分は考えております。授業で行くと音楽の授業というのが出てきました。まあ、音に関する座学というのも出てきております。まあ、ドップラー効果ということで、まあ、音はねテタラミですよとか、まあ、音叉を叩くとラの音が鳴りますよとかいう授業が出てきております。これに関して何のヒントなのかなと考えたんですけど、キャンサーについての説明と関連しているのかなと思いました。まあ、今回ねキャンサーについての説明の中で気になるのは、キャンサーは目の前の敵にしか注意を向けていないことが多い。しかも目標を変えるときは動きも鈍いというふうに説明がありました。で、これなんでこういうふうなことになっているのかなと考えたときに、キャンサーは目で見て敵を認知したり判断しているんじゃなくて、音で敵の位置を把握している可能性が高いのかなと自分は考えております。まあ、目で見た場合はね、対象が動いたときにさっと目で追うので音が鳴らなくても相手の位置を把握できるんですけど、音で感知している場合、着地音だったり、まあ移動した時のね、あの服の擦れた音だったりとかがないと、あの相手の位置が把握できませんので、で目標を変える時は動きも鈍いということで、まあ音でね判断している場合は、その動きがないと対象を変えるというのも非常に難しいですので、まあ音で判断しているんじゃないかなと自分はこの描写を見て思いました。あと授業で行くと食べ物の座学も出てきております。こちらは三大栄養素の説明がありまして、糖質、脂質、タンパク質というのが三大栄養素になります。で、タンパク質はどういう役割ですかという問題が出て、答えは体の原料ですという問題が出てきております。まあこれに関しては、まあお分かりの通り、ナービーの、ね、ナービーから何が作られるかということで、人間が作られますので、タンパク質を使って人間を作っておりますよということの、説明だと思います。はい、ということで、2章の第1から12の中で気になるポイントを考察してみました。まあ前半の話だったんですけど、結構重要そうな話が出てきておりましたので、まあこの辺もまた深く考察できたら面白いなと思います。次回は2章のデイ13から24、最後までですね、の中で気になるポイントを考察していきたいと思いますので、よろしかったらご視聴お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。